廊下の先にいるのは小野寺だな。おい、小野寺。なんか踏んだか。これはお守り。てめえ何しやがるこの一年坊さん。どちら様っすか。お前今俺が彼女からもらった大切なお守り踏みやがっただろ。どういうつもりだ俺。あ、これ先輩のだったんですか。すいません、ついうっかり踏んじまって。お守り落としたのは俺が悪い。それは知ってる。俺だって分かってるが、今日戻ってきた小テストの点数も最悪だったし、全部全部お前のせいだ。いや、それ時系列おかしくねえすか。知るかボケ。ついでに言うと、昨日彼女から振られたばっかりなんだ。いいから八つ当たりさせろ。ついでに俺らの恨みつらみも発散させろ。受験がなんぼのもんじゃ。俺らの成績が思うように上がんねえのも全部お前のせいなんだ。後ろの先輩たち全然関係ないじゃねえすか。いねえやそこまでだ。そこまでだ。ねえねえ、ラク。ラクってさ、いつ頃から小野寺のこと好きだったの？ボォ！なんで突然恋バナ？だって退屈なんだよ。今日見に行く予定だったサッカーの試合が中止でさ。知るかっつろ。てか、今訳あって隠れながら移動しなくちゃいけねえんだ。周囲に気を配るのでいっぱいいっぱいなんだよ。そっか。恋バナが嫌ならリレークイズでも、しりとりでも、階段でもいいんだけど。そういう問題じゃない。忙しいからもう切るぞ。ごめんごめん。なんか大変な目に遭ってるようだし、緊張をほぐしてやろうと思ったんだけど、失敗だったかな。そこか。今の音は？逃げやがったか。今の音は？逃げやがったか。そこまでだ。
逃げ切った。一条くん大丈夫？先生に、小野寺、どうしてここに？一条くんが上級生に絡まれてるって友達から聞いたから急いで先生を連れてきたの。まあ、あんだけ大声で絡まれれば目立って当然か。とりあえず怪我はしてないようだな。絡んでたやつには学校側から注意しておく。すまなかったな一条。いえ、別に先生のせいじゃないですし。あ、これ俺に絡んでた人に返しといてもらえますか？ああ、これか。振られた彼女にもらったお守りというのは。そこまでダダ漏れてんのか。ちょっと先輩がかわいそうになってきたぞ。わかった、届けておく。災難だったね一条くん。まあ思いっきり八つ当たりではあったけど、お守り踏んじまったのは事実だからな。何はともあれお疲れ様でした。はあ、小野寺のお疲れ様でしたは本当に癒されるぜ。俺今声に出して、やべえ、ほっとした勢いでつい。小野寺ごめん、今のは忘れてくれ。私の声で癒されるならいくらでも言ってあげるよ。坊ちゃん、愛しの恋人がいらっしゃってますぜ。ん？愛しの恋人？お邪魔します。この声は。ごめんね急に、ちょうど近くまで来たから何してるかなって。小野寺。あー、ちょ、部屋の中汚くてごめん、今片付けるから。いいよそんなの、そんな汚くなってないよ。それにどうしたの楽くん、いつもなら私のことを小崎って呼ぶのに。は？今日の楽くんなんかおかしいよ。高校生の時に戻っちゃったみたい。え、今俺高校生だよね。もしかしてさっきまで寝てたの？私たちとっくに高校卒業したじゃない。え、そうだったっけ？そうだよ。マジでか！ なんだこれ、夢？パラレルワールド？よくわからんが、ここは一つリクエストにお答えして。小崎。なに、ラクくん。うわぁ、小野寺かわいい。はぁ、それにしても、この部屋暑いね。エアコンつけてる？いや、つけてねえはずだけど、そんなに暑いか？うん、なんか汗かいてきちゃった。じゃあ冷たい飲み物でも持ってくるよ。ちょっと待っててくれな。待って、ラクくん。あ？あのね、そうじゃなくて、服、脱いでもいい？え？あのね、だから欲しいんだけどな。え、ちょ、ぎゅって、いや、でも服も脱ぐのか？迷惑かな。いや、断じてそれはね。でも俺たちその前にいろいろ踏まなきゃいけない段階ってもんが。ぎゅー、ちょ、やめて、困るって。あよー、一条、目覚めたか？え、夢？絶叫するほどいい夢見てたのか？あはは、ですよね。すいません。お前だけ、宿題特別コースね。うっくそ、夢の世界に戻りてー。Thank you.
しょ、よいしょ。小野寺、どうしたんだ、そんな大量の本持って。あ、一条くん。図書委員の子に頼まれちゃって、今日補習で来られないみたいだから代わりに本の整理をしてたんだ。それって結構力仕事なんじゃねえか。俺でよかったら手伝うぜ。でもそんなの悪いよ。これまでも時々やってたけど、そこまで大変な作業じゃなかったし。そんなの気にすんなって。俺も時々飼育係の仕事を手伝ってもらってるし、お合い子ってことで。そう？じゃあお願いしてもいいかな。あ、もちろんだぜ。新刊はこっちだよな。うん、そうだよ。今ってこの図書室誰もいねえんだよな。なんか静かすぎて妙に意識しちまうような。この図書室今日は誰も来てねえみたいだな。いつもこんなに人いねえのかな。ううん、いつもはもうちょっといると思うよ。テスト前は満席になってることもあるし。へえ、そうなんだ。うん、会話が終わっちまった。次の話題は。ねえ一条くん。はい。一条くんは本好き？それはまあ好きだな。ものすげえ大好きってほどじゃねえけど、面白い本読んでるとワクワクすることは多いぜ。うん、それ私もわかる。私も小さい頃すごく大好きだった絵本があるんだ。確か今も部屋にあると思うんだけど。へえ、それってどんな本？ごめんね。いや、謝るようなことじゃ。なんかこういう風に目が合うと照れちゃうね。だな。あれ、何の話してたんだっけ。手伝ってくれてありがとう、一条くん。おかげでずいぶん早く終わったよ。おう、またやることになったら声かけてくれよ。一人じゃ大変だろうからな。うん。ラーク、ラーク。なんだよ、おたま。さっき遊んでやっただろ。そうじゃなくて、何か願い事はないかの。願い事？別にお前に願うようなことはないかな。本当にそうか？本当の本当に？おう、だいたい願い事なんてのは自分の努力で掴み取るもんだろ。神頼みなんかしねえよ。もう、それではわらわの存在価値全否定ではないか。鬼、悪魔、妖怪。妖怪はお前だろうが。何でも良いから願いを叶えさせろ。ああ、もううるせえな。わかったわかった。あ、それじゃあ最近肩が凝ってるみてえだから、ちょっとほぐしてくれねえか。なんじゃ、そんなことでいいのか。その程度の願い、お安いご用じゃ。それ、トントントン。結構上手だなお前。うん、わらわの力を思い知ったか。この調子でもっと願いを言えよ。トントントン。とりあえず機嫌は直してくれたみたいだな。しかし、なんだろうな、この幸せの気持ちは。子供に肩叩いてもらうってきっとこういう気分なんだろうな。
あの後ろ姿はつぐみか。おいつぐみ、おはようさん。誰だ。ああ、 よせ。なんだ、一条楽か。急に背後から迫るから死角かと思ったぞ。以後声をかけるなら気をつけろ。言われなくてもそうするわ。